皆さんこんにちは、斉藤とさよです。本日はですね、一泊二日で大人のちょい旅、港区田町編でございます。で現在はちょうどね、東京タワーのふもとにあるおなり門付近にいるんですけれども、ちょっとね、今日は一泊二日なんですが、まずはミシュランを取った超コスパの良いランチを食べに行きます。 GO!いやー、マジあいにくの天気なんですけどね、 JR の浜松町からでも歩いて徒歩圏内で全然行くことができます。で今から行くとこは、はい、こちらです。着きました。デジャルダンデドボディール、すごい、もう並んでる。ここはね、ミシュラン撮ってて行列必須なんですけど、今日、本日撮影日2023年の3月6日、まあ、ご覧いただいている通り雨なんですね。雨で今11時23分開店7分前なんですけど、一組しか前にいなかったです。ただね、週末とか晴れてる日とかはすぐに満席になっちゃうっていうのをよく見るので、お気をつけて。なんかここは、前菜とメインを自分で選ぶことができるんですけど、なんか豚肉のやつがすごい超分厚いやつが出てきて、かつなんかポタージュ、スープが有名だそうです。あー、お腹すいた。朝ごはん食べずに来たんで超楽しみです。入店、こんにちは、2人です。素敵、ありがとうございます。さあ、ランチメニューこちらです。さつまいものポタージュかミックスサラダ、メインがこれだ、豚ロースね。あ、美味しそう。鶏もものさんこ焼きもあるし、鶏むねフレーズ、バターライス、え、これも全部美味しそう、すごい。迷うね。キャッシュオンリーなんでお気をつけて。いただきます。美味しい。冷製茶、紅茶です。美味しい。めっちゃ美味しそう。これさつまいものポタージュだった。白いの意外なんですが、あとバゲットと超美味しそう、あとサラダもいいね。いただきます。美味しい。全然なすと想像してるさつまいもじゃない。美味しい。全然平気。言われなきゃ分かんないかも。というか、さつまいも克服したと思いたいけど。割れてる。いただきます。うまっ。すっごいいい香りする。最高。こちらがパン粉ちゃん。美味しそうだね、鶏もも。ね、私のメインこちら。すごい、こんな分厚いのやばくないですか。すごい、私の第二関節分ぐらいまである。めっちゃ美味しそう。いただきます。ステーキじゃん、もはや。こんな豚肉の塊食べることないじゃん。あー、これも美味しい。すごい甘いの。でもなんかマスタードが順番に使われてて、そのコントラストがやばい。まあ、メニューの一番上に書いてあったから、ね、シグネチャーなんだと思いますけど。ボリューミーすぎてすごい。付け添えのサワークラフトとかも酸味って感じだけど、合う。一皿の中で混ざってても健康してなくて。すごい美味しい。いいな、近所の人いいな。ありがとう。
全然違う。うん、俺今もこんな調理のされ方するんだね。すごい美味しい。何っぽいみたいな味がない。唯一無二感。パプリカがすごい効いてる。ゆっくり食べます。めっちゃ美味しかったです。ジャルディン・ドーディーヌさん、超おすすめです。さあ、じゃあ田町浜松町エリアのね、ちょい旅特攻なんですけども、現在気温は6度。超寒いよ。さあ、そんな中参りました。こちらも有名な増上寺、お寺です。行ってみましょう。おー、なんか楽しい。ちょい旅感ある。芝公園っぽいね。だってここにこれがあるんだよ。ほら、でってでー。日本で最も古い公園の一つだって。江戸時代からね、庭園はよくあったんだって、ここら。だけど、上野の寛永寺とともに江戸の名所だった増上寺を中心とした芝公園。明治6年に東京で最初の公園として指定されました。だって。じゃあその増上寺が入り口こちらでーす。すごい、東京タワーも見える。行ってみよう。あ、なんかめっちゃかっこいいし、雅だし、風流。あ、すごい。なんか雨が降ったことがね、逆になんだか雰囲気出してて素敵です。ほらほら、上手やや。お寺なのに意外。1、2、3。え、これ神社と同じやり方？え、こうしてこうしてこうして、こうですか？はい、終了。アンドリンカボーだからマジビケアフォーって書いてあった。850年の建てらしい。すごい立派だね、本当に。なんか歴史とバジェットがあるそんな寺ですね。あ、かっこいい。なんか真っ赤じゃなくて小豆色なところがすごい好きかも。なんかビル街の中にさ、ぽっかり寺あるの面白いね。港区。はい、私たちは今浜松町の方から田町の方にお散歩しに来ております。なんかさっきまで結構高いビルとかばっかりだったけど、人が住んでそうな雰囲気に。あ、商店街に差し掛かりそうです。楽しい。なんか東京のちょい旅って観光っていうよりはね、全然日帰りとかでも行けちゃう人も多いと思いますけど、すごいそういうとこにあえてわざわざ泊まるのがちょっと楽しいよね。朝起きて全然違う景色を見るとかさ、馴染みのないコーヒー屋に入るとか、そういうのが楽しいし、ちょい旅ではね、がっつりやっていきたいと思う。でもこの気軽なぐらいのね、旅が本当疲れないしいいよね。え、なんか可愛くない？超昔ながらっぽい。新橋ベーカリーだって。あ、洋食屋さんも横にあるパティン。木村屋じゃん。ね、昔ながらのパン屋さんってこういうの多い。着きました。田町駅からも徒歩圏内のこちら、リットコーヒー&ティースタンドでございます。ぽっかりと住宅街に出てくるコーヒー屋って感じ。行ってみよう。朝8時から夕方18時だって。こんにちは。わー、なんかサンドイッチも美味しそうだね。カフェラテにしました。めちゃくちゃ見事なラテアート。なんか本当に普段さ、スタバにしか行かないからさ、こうやっていわゆるカフェのラテとか飲むとなんか味わいが全然違くて美味しいです。シェルしまーす。はい、田町駅の方に来まして、向こうからひょーっと歩いてきたんですけど、すごい JR とね、モノレールとね、めちゃくちゃ
東京っぽいです。コーヒーでチルして、今現在は14時前ぐらいなんですけれども、14時からね今日のホテルにチェックインできるので今向かってます。でホテルの名前はね、ホテルグレイスリー田町という日本のホテルなんですけど、確かソウルとか台北にも出してるようなそんな立派なホテルに、泊まります。なんと今日はねご招待いただいて無料で泊まらせていただきます。イエイ。さあ着きました。本日泊まるホテル、こちらホテルグレイスリー田町です。さあチェックインしていきます。楽しみ。なんとここのホテルグレイスリーさん、超絶朝食ブッフェが有名なそうで、なんと今回行きます。楽しみ。おお現金両替、外国のお金ねできる機会もある。なんかガチャガチャやらせてくれました。行きます。はい、何が当たりましたでしょうか。プチプレゼント。じゃあ金麦お願いします。ありがとうございます、はい、アメニティこんな感じで、追加でコットン、シャワーキャップ、あとはボディタオル、カミソリ、シェービングクリームだって。すごい醤油みたいなシェービングクリームいる。あと綿棒、ヘアブラシ、すごいじゃん。でもガウン、スリッパ、バスタオル、フェイスタオル、歯ブラシ、部屋にあるそうです。すごい、十分便利じゃないですか。画期的マシーン。すごい、こうやってなんか靴が磨けるそうですよ。なんか可愛いじゃん。オードリー・ヘップバーンじゃん。もう安心だね。こうやってちゃんとカードピッてやんないと入れないやつ。11階あるうちの6階をアサインされました。なんか2階にね、2階にしたラウンジ、コーヒーとか電子レンジ、製氷機、自動販売機、ウォーターサーバーがあるところがあるみたい。さあ行きましょう。なんと各階にウォーターサーバー、めちゃくちゃ便利じゃん。いいじゃん。でもマイボトル持ってきてないね。はい、我々の部屋ここでございます。ありがとう。行きましょう。オープン。はい、こんな感じです。待って、すごい。なんと、まあ、ツインのお部屋なんですけど、これ絶対さマッサージ機だよね。すごい、マッサージ機ある。部屋の中に。でテレビとか入ってすぐに全身鏡でーす。こんな感じで、こちらがクローゼット。面白い場所にクローゼットがありまして、ハンガーがたくさんあって、あ、荷物置きあります。あと使い捨てスリッパと使い捨てじゃないスリッパが2種類置いてあるの、すごい嬉しい。で靴関係でしょ。で横にはランドリー袋とランケーブルとメモ、ペン、ティッシュ、スプレー、あとなんかすごい、なんだろう、学校の机みたいな感じのミラーがあります。まあこうして閉じておいて、テーブルに、あ、充電器もバッチリありますね。で、まあ、こんな感じで長めの机と、下が冷蔵庫、冷蔵庫の中身は空っぽです。でカップがたくさんありまして、ケトルも横にあります。あ、ドリップコーヒーと緑茶が置いてあるの、いいね。下空っぽです。なんとアクセサリー置きもメモの下にありました。すごい。なんと窓が2つあるお部屋アサインされました。お部屋見てみます。じゃじゃん。おー。用水路と、マンションがたくさん見えます。お空が晴れてたらすごい天気も確認できそう。こっちもそんな感じ。あ、飛行機も見えますね、奥には。いいじゃない、いいじゃない。さて、じゃあちょっと水回り行きましょう。オープン。はい、ユニットバスでございます。はい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 。あ、普通にお手洗いとユニットバスと、まあ、広めな浴槽がついてます。うん、でもすごい綺麗なので使いやすそうじゃない。で、ハンドソープ、ほら、シャンコンボディスはなんとホテルグレイスリーと、ホテルのものを置いてますね。どんな香りなのかしら、楽しみ。アメニティは下でね、たくさん好きに取ってこれるんですが、歯ブラシだけはお部屋に置いといてあります。コップと
パナソニックのドライヤーもあります。でタオルが2セットずつ置いてあって何の問題もございません。それじゃあ一泊お世話になります。おー、マッサージチェアなんて本当なんかおじいちゃんちぶりなんだけどわーすごい、めっちゃ足揉まれてる。ちょっとヒートテックだからいいよね、出してあげる足。え、すごい、え、めっちゃいいじゃん。なんか子供の時とかすごいなんかくすぐやったーいとか思ってたけど全然もう気持ちいいっす。嘘っす。特に足頼みますわって感じ。すごいね。お部屋の中にマッサージ機あるなんて、私、年間リアルに100泊ぐらい、世界中のホテル泊まってるんですけど、人生で初めてかもしれない。お部屋の中にマッサージ機。すごーい。ここはツインルーム。全部のお部屋にあるのかどうかはちょっとわからないですけど、これは嬉しいよね。2階に、なんと、洗濯機300円。5キロ。乾燥機30分100円。安いな。マジ日本って旅行しやすいよね。ほい、宿泊者専用ラウンジ。お、こんな感じでコーヒーがあります。すごい、ホットコーヒーとアメリカン。ご自由にいただけるそうな。で、こちら側には、お水と、ホットウォーターですね。あ、なんと電子レンジもここにありまして、ソフトドリンクとアルコールの自動販売機が設置されました。今日さっき見届けました、実はさあ買い出しです。ローソンが右、ファミマとセブンが左、どっちに行く？さよ旅のアイラブ天下一品とローソンが今コラボしてるんですね。お布施です、お布施です。大好きな天一がね、頑張ってんだったら私も頑張んないと。チャリー、はい、買ってきたよー、天下一品のベビースター。絶対食べてきました。コーミペーストのカルビのポテトチップス、これは物理を醸し出すが、天一のこってり唐揚げ。私、天一でこってり唐揚げめっちゃ食べてるからどないということで買ってきました。さあ、お供にやっぱり欲しくなるのはあの子ですね。金色のシュワシュワしたシュワシュワした、そう、ありがとう金麦が待ってるから、なんかさっきもらったんですそれでは乾杯しましょうか。いい、乾杯、チェース。うん、あー美味しい。夕方3時です今。お酒にド平日の夕方3時から始めさせていただきます。ありがとう、お酒に。いただきます。本当にこってり唐揚げなのか君は。こってりと言われればこってりだけど、ビールに合う。天一で食べてる唐揚げはもっとガリガリしてる気がする。うわー、これ天一の唐揚げっぽいねーとはならないこってりベビースター。サルタビがどれくらい天一好きかっていうと、今年の初め1月に初詣っていうのを盾にして、京都の天下一品の総本店にわざわざ行ったぐらいには好きです。はい、どう嗅いでいい？わー、天一っぽいじゃん。天一のあのメンマの匂いがするね。いただきます。まあ濃いベビースターだよね、これが限界だったんだろう。もちろんさっきの唐揚げくんもそうだし、こっちもあの美味しいんですよ。味としては美味しいの。でも天下一品大好き、天下一パーからすると味濃いベビースターって感じ。美味しくねじゃあ、ゆっくり飲みまーす。みんなも夕方から、もといアフタヌーンティーの時間から乾杯さて、時間は夜7時前ぐらいでございます。
マッサージ機にほへーとしながらテレビを見て超絶まったり過ごしました。ほんとパソコンも持ってこなかったからさ、仕事もできないし。ってことでですね、夜ご飯なんですけども、まあ、皆さん見ていただいた通り、今日私たちお昼にとんでもなく大きいお肉食べたじゃないですか。だから、まあ、そんなにめっちゃもうなんかゴキゴキにお腹減ってるっていうわけではないので、このこっちの田町駅の慶応大学側じゃない方に今いるんですけど、そっち側の方にさよ食べ大好きファストフードのロッテリアの絶品バージョン、すごいよね、ゼッテリアっていうのがあって、なんとここの田町店が第1号店なんだって。あまりに気になりすぎまして、ちょっと行ってみようと思います。超高校と輝くゼッテリア、絶品バーガー、ゼッテリア、めっちゃ気になるじゃん。あ、桜とかやってるよ。さすがにてりたまはさ、大手 M さんが使ってるから言えないのかも。はい、こんな感じで行ってみます。やばい、超美味しそう。あ、各種支払い何でも使える。行きましょう。じゃあここの中で、うわ美味しそう、いちごパイとかある。しかもロッテリア価格だよ、超安い。どうしようね。タマテリバーガーチキン、オレンジチキンも超美味しそうなんだけど、激強なんだけど、絶品グランチーズバーガーセット、普通のやつの真ん中が増えてる。どれにすんの。いっちまいな。すごい、我が家にはサラダっていう選択肢ゼロだったんで、ね、ホテルの方がゆっくり食べれるし、テイクアウトします。帰ってきました、イエーイ、初めてゼッテリア、楽しい。でで、私はやっぱりタマテリバーガーにしちゃったよ。チーズ入り、あとポテトと、わー、すごいね、いっぱい乗ってる。パン肉パン、チーズ肉パン、はい、あとこれ新しいやつ捨てた、桜のやつ、はい、美味しそう、いただきます。じゃあいただきます。私の一番好きな四文字熟語は期間限定。うー、チーズがすごいトロトロだ。ポテトカリッカリで美味しいね、これカリゴリがいい。さあ、たまち、うまい、もう間違いない。バンズふわふわで、お肉の味もしっかりギュギュッとしてて、なんか卵がふわっぷりっとしてすっごい美味しい。で、そこで濃厚なチーズがガツンとカットインしてくる感じがめっちゃうまい。うん、美味しいね。こんな上手にさせるかな。ありがとう天才、いきますよ、ナイスアシスト。ありがとう、いただきます。うん、美味しい、超桜、めっちゃ美味しい。私、桜のさ、おやつ無印良品で全種類買って食べたよ、好きだよみたいな、そんな動画出すぐらい桜の味、桜餅とかそういった類のものがもう目がないんですけれども、これ美味しいね。なんかもう一個100円高くなるとホイップクリームみたいな、チョコレートみたいなのがパラパラ上にかかったんだけど、十分な気がする。うまいね、なんか爽やかにまとまるよね、ハーモニーがね。わー、これは絶品テリアですか。わー、美味しいね。ただお店が本当に少ないから、近くにあったらぜひ行ってみてください。じゃあゆっくり食べまーす。あー、お風呂入ってきました。シャンコンボデソーはすごい、結構さっぱり系な香りと、テクスチャーな感じでございまして、でスキンケアとかは特に置いてなかったんですけど、まあ、なので持参されると良いと思います。あとは、シャワーの水圧は結構体当たり柔らかな感じでございました。はい、ということで、今日も一日東京タワー周辺といいますか、田町浜松町ちょい旅回ってきました。すごい新鮮でなんか楽しかったです。ということで、明日は朝ごはんもついているのでレビューを楽しみに。私も行くのすごい楽しみ。それではおやすみなさーい。おはようございます。しれっと起きて髪の毛巻いてました。時刻は8時45分です。では今回一泊なんでね、パッティングを取ってないんですけども、いつもの面々たちが揃っております。田町に
で今回一泊なんでね、あのトートバッグでサクッと来てますんで、少しでも荷物は軽くということでね、いつも私が世界中に持ってってるお泊まりポーチすらも実は今日はお留守番いただいて、もうガサッと一泊の時自分がね最近気に入ってるものたちをドドンと詰めてきてます。家で使ってるヘアクリップとか、これアイシャドウなんですけど、エルメスのオンブルペダルってやつ、これがアイブロウとかにも使っちゃって、セザンヌの極細アイブロウのペンと、いつものシャネルのアイブロウのブラシです。シャネルのさブラシこの間なんかめっちゃ使ってるから買い替えるかなーって思って、何気なくサイト見てたら、なんか自分が買った頃5000円台だった気がするんだけど、もっと値上がりしてて、すっごいびっくりして、すっごいびっくりしたと思って、ちょっと試しに石鹸と水で、お湯で、洗ってみたら、もう新品同様に毛が生き返ったので、よかったよかったと思って、ブラシね、ちょっと、色の付きが悪くなってとか、なんか含みすぎて毛先硬くなってきたわとか思ったらね、皆さん洗ってみるといいですよ。それ多分ズボラなんであんまりなんか洗ったりとか筆をしてなかったんですけど、すぐ買い替えちゃってたんだけど、あ、こんなもんで綺麗になるんだったらええやんということで、はい。で髪の毛はざっくり毛先がくるっと巻かれてればよし。結構そう、お部屋もね、全然音とか、なんか騒音とかなく、めちゃくちゃ快適に爆睡できました。どうだった音？聞こえた？私耳悪いからあれだけど、旦那ちゃんと今回、来させていただいてるんですけど、全然音なく快適に寝れたそうです。持ってきたものたちで、化粧も終えて、リップはヘラ、エッセンシャルヌードグロス。さてじゃあ今から、朝ごはんに行ってきまーす。いただきます。お願いします。どうもご利用いただきありがとうございます。お願いします。ではこちらお席札がありますので、はい、ちょっと来ていただいてください。すごいいっぱいある。さあさあバイキングです。すごい納豆から始まりめっちゃ日本、あ、シラスなんかもありますよ。すごいイエローカレーだって。あとはマッシュルーム、ベーコンのクリームスープ、味噌汁、雑穀米に白米。こちらは洋食ゾーン。このね、なんか卵がすごいこだわり、桜卵だって。スクランブルエッグもあるな。あとはもう朝食の定番、ベーコン系とかグラタン。あ、すごい、ゆわん焼きなんかもあります。美味しそう。あとはポトフ、もちろんサラダもあります。小松菜あるの珍しくない？あとは、お、なんかすごい美味しそう。ドレッシングもなんか全部自家製とのこと。このアマニオイルのドレッシングとかめちゃくちゃビタミンに豊富そうでいいですね。あとおしゃれ、あ、これなんか超東京感あるよ。練馬大根だって。すごい、東京の材料を使ってるんですね。あとコーヒー、あ、なんかコーヒーもすごいこだわってそうなやつですね。そしてパンも、あ、いっぱいあったんだろうなって感じ。今ちょうど何もなくなっちゃったけど。あとフレンチトーストなんかもあります。これすごくないですか。ここのジャムなんです。スプレッド、塗り広げるものってこと。シークワーサー、リンゴちゃん、ネギ、面白い。小豆バターなんかもある。美味しそうだな。ヨーグルトもあります。すごい、これこれなんか美味しそう。カスタードプリン、このホワイト卵っていうのを使ったプリンだって。美味しそうなんだけど絶対食べよう。あと一口サイズのブラウニーとフルーツ、キウイ、グレープフルーツ、パイナップル。こちらにはまだまだジュースもあります。オレンジジュース、グレープフルーツジュース、あと青汁だって。すごいね、気合が入りまくってますよ。なんか朝ごはんすごい気合入ってるって書いてあったけど、まさにって感じですね。オーツミルクもある。超用意がいいじゃないですか。あと普通の牛乳です。じゃあ張り切って取っていくよ。はい、取ってまいりました。本日の私の朝ごはん、ちょっとずつ全部みたいな感じですね。昨日テレビで見て食物繊維って言われたから、納豆、洋食類ですね。基本的に洋食朝ごはん好きなんで。あと美味しそうなスープと、あとコーヒーです。
旦那ちゃんは完璧な朝ごはん定食をエンジョイしてました。いただきます。すごい具沢山。おいしい。うん、え、すごいよ、めっちゃ具沢山。すごいこだわってらっしゃりそうな桜卵目玉焼き、いただきます。うん、おいしい。うんうんうん、味めっちゃ濃厚系だ。フレンチトーストね。紅玉のやつつけてると美味しい美味しい。すごいクオリティが高いですね、どこもかしら。私ソウルのホテルグレイスリーさんに泊まってみたい。うん台北にもあるらしくて、ソウルと台北めっちゃ気になります。案件はこちらまで。私台湾かなんかのホテルでさ、朝ごはんがついてて、多分ね、台中なんだよ。台中、台湾の台中っていう真ん中らへんのところへんのホテルの話なんですけど、ジャパニーズコーナーみたいな、そばと米と、なんか納豆、納豆は本当日本から輸入してんだろうなみたいな感じで、見覚えのある納豆が置いてあったんですけど、そばも米も全然日本のやつじゃなくて、なんかめちゃくちゃがっかりしたところに納豆だけは裏切らなくて、ちゃんと日本の味がして、すごい嬉しかった記憶を今蘇らされました。はい、いただきます。とろろとかもあったから納豆と乗せてご飯にやっても美味しそう。うん。朝から体にいいことしてる気分でさ、本当。じゃあゆっくり食べまーす。はい、ということで、ホテルグレイスリー田町宿泊レビューいかがだったでしょうか。まあ、港区にね、ちょっと今回泊まるということで、日本の観光スポットの大定番、東京タワーの見たりですとか、あとはね、ちょこちょことなんか日本らしいところも一緒に回って、古き良き日本のちょい旅みたいな感じでお届けできたんじゃないかなと思います。全然疲れずに1泊2日のちょい旅ができるので、まさにこれは大人におすすめのルートでございます。よかったら真似してみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。面白かったよと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。日本国内だけではなくて世界中さや旅飛び回ってますので、ぜひそちらのビデオもお楽しみいただけたら幸いです。それではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。